皆さんこんにちは。三人麻雀競技団体ザンリーグ関東 A1 第21回戦の模様をお届けしてまいります。引き続き実況は橋本がめかしさん、西川舞さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、この方向キジョンネルソンラーメン太郎丸の3名による、3回戦も最終戦ということになりました。はい、ここまでですね、連続トップ現在首位のラーメン太郎丸、そしてホウコが2着2着ということで、キジョンネルソン苦しい展開が続いてます。もしかするとちょっと現在速報値入ってないんですけど、これでプラスマイナス0点台まであたりまで落ち込んでしまったかもしれません。残り10回ですね。そうですね、どう立ち回っていくか。もうラーメン太郎丸は立場にもしかしたら変わってくるんですかね。変わってきそうですね、はい、ただなんか3人麻雀って結構ねバーンって跳ねちゃうんで、はい、そう どうするんですかね。それに対応する形で、うん、なんかその今までの打ち方変えずに打って、はい、何か起こったら対応するのか、うん、後半戦だから対応するのかっていうのも見ていきたいですね。はい、さあということで第21回戦の模様をお届けしてまいりましょう。まもなくゲームスタートです。ザンリーグ新規会員募集中、詳しくは概要欄から。さあということで対局開始の合図がありました。第21回戦スタートです。並びをご紹介します。ちーちゃにラーメン太郎丸、なんちゃにほうこ、シャーちゃにキジョンネルソン、以上3名での対局となります。本の1局、親番はラーメン太郎丸、ドラはなんです。ハイパイ、ハイパイいいぞ。2メンツある。何から何からいった。そして、こちらが方向シャーチャキジョンネルソン、なん統一だったんですがいきなり外されて、うん、まあでもいいですね。あの形はすごくいい。さあ花灰を2枚抜いているこちら親番のラーメン太郎丸。ラーメン太郎丸さんはだいぶ配信慣れしたんですかね、はい、緊張最初されてたんですけど、1回戦目終了直後はやっぱりひどいくらいの緊張が襲ったっていうふうに本人あの言っていたので、うんうん、ただこの2戦連続のトップも、うんうん、しかもあのなかなか競り勝ってのトップというか、ね、そうですね、こう薄氷を踏む思いだと思うので、うんうんうん、ここ、一度落ち着けるかどうかみたいなところは本人、気にしてるかもしれないですね。そうですね、なかなかねこの A1 初登場ということで、うん、このスリアローチャンネルさんのあの空間で打つことね、なかなかないと思うんで静かなね空間で、あのレックス3の音だけが聞こえてるっていう、カタ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 なんでね。花灰3枚目4枚目もいる。ヤンピン入って闇点、闇点、まあ4連携ねあるんで、でこの闇点が非常にクレバーですよね。そうですね、なんかこれ親につき喜びさんでリーチに行くっていうこともありそうだったんですが、ここは一度形の変化を待つというラーメン太郎丸の判断です。これね、なんかまだみんなの皮の状態で、はい、ピンズとかソーズとかでは何でもなくて、はい、今ね、ほうこさんから赤嘘が切れたっていうぐらいで情報がないんですよね、うん、はい、だからなんかそこ小さに別になんかそんなに信頼できないと、はいはいはい、お一品から切りしましたね。なんでもしかしたらサブロスを引いてまた闇点でピンズ3面じゃんとか、あそこまで見てるかもしれないですね。なるほど、一旦今川の情報は、あこれのこのサブロスはどうですか。これはリーチだ、リーチに行くかこれはリーチ行きました、ね、採用ですね、はい、さあリーチ赤赤花さんのテンパイが入ったリーチ、うん、そして方向追いついた、シャンポンかカンちゃんかキューピンは現物、うーんパーピンも悪くない、ただチーピンが怖い、一発目のチーピンがどう見るか、うん、一巡前に E ピンの手足が入ってるんですよね、うん、シャンポンの選択となりました。正解ですね、一層チーピン、うん、太郎丸がパーピンあんこなんで一応ねある方の街で取り残されたキジョンネルソン、うん、キジョンまた苦しい、ハイパイは良かったけど、いやこれなんだったらもう花四になる前に決着つけたいって思いも本にあるでしょうね。まあ、ほうこさんがね、そこり、具形そこり、いったん。よし、やっぱ来たこれも強烈リーズも赤赤、花さん裏ドラこそ乗りませんが、リーズのドラゴン、羽根は、9000オールの1枚。いや、強いな、実際、サブロソそんなにね、枚数いなかったんで、はい、長引いてね、花待ちみたいな。いやーこの判断お見事でした。また花々ある。そして花灰が2枚見えた
本の1曲1本ば3枚か3枚だ失礼しました3枚だまたしても3枚9ピン貫通になって3ピンまたしてももういつかこれ迫力ある手配は親場のラーメン太郎丸、うん、まあね自配から切ってって残りね相撲次第ではあるよ。そして4枚目の花杯の行方やいかにないよ誰も持ってないよ3層縦に重なってこれでまあ一般的な面付けとしての立ち回りとするかもしれません、はい、キジョン・ネルソン、ピンツの、5連携うわこれあかんじゃないですか9ピンあかんですねこの速度で9ピンの暗冠をされる振動が2ピン1人だけ速度感違うよさすがにいやこれが同じ3巡目とは思えないちょっとね残り2人の出入りが明らかに負けてますよね。そうですね。言い方難しいですけど、まあ、後手感はありますね。やっぱ冠するって結構いいシャンテン以上だろうなって。の主張ですよね。三、うん、人麻雀ってチート1、はい、あの四枚使いチート2があるんで、もう冠するってことはメンツ手でほぼ天秤にもならないようなメンツ手のいいシャンテン以上っていう見方ができるので、もうちょっと二人は受けを考えながら打たないと。はい。親に花を3枚抜かれて暗冠が入った状態のリーチって言われるともうなすすべないんですよね。うわ6球ピンのパーツができたんですけど9ピンがもう4枚そうさっき選択でねパーピン外すとこ もう外しましたね、うん、まあ貫禄ピンも6球ピンも一緒なんで、はい、いやーこれは入り方次第うん薄手にウーピンとパーソーテのくっつきのイーシャンテンは親番のラーメン太郎丸これはもう多分何引いてもリーチは行くと思うんですよね急走だろうととにかくプレッシャーかけたいですよね、うん、ですねこれじゃないですかリーチじゃないですか、うん、あでも採用迷ってるんだ採用迷ってた決めてなお外しましたね外したこれピンズと真珠です、うん、こうしてくれるのであれば小型2人は少し時間ができた、うん、そうですねまた昇降からのパーソー切りを見てるので、はい、まだテンパイはもちろんねテンパったらリーチ打ってくると思うのでちょっとねでペンチエースを外しも多分川に情報が出ると思うんで、はい、この後です ね, ねどう見るかこれ一度イーソーつもぎりですが、ね、手出しつもぎりはおそらくこの2人はかなり抑えてくるので、ね、これねイーソー残さなかったんでウーピン引いた時にどうしますかねまた闇点になりそうですね、うん、あこのローソーローソーも結構もう使いづらいローソーあーこれでパーソー急走と手の内が出てきた、うん、ペンチャン整理だとと思っているのは他2人でしょう、ね、そうきっとね両系でリーチが飛んでくるんだろうなと、うん、そしてここで選択ですジュピターの帽子をかぶってのホークさんジュピターほうこさんねおしゃれなんで帽子が毎回違うんですよねいやそうですよね、うん、うわパーソーあこれでリーチえ来ましたねカンチーソーは採用カンチーソーを採用あだからペンチーソー外しを見せてるからお前チーソーで当たらんやろっていうこと数層が通りでもしたら結構ねいや危ないですよあとまあマンズあそう、ね、単純にスッチーソーのコンボがね、うん、あるのでもうちょっと順目も順目だからリーチ打ちたいかな、うんそう一度採用しなかったチーソーで、もう一度、まあ、順目という状況変化でここはリーチ判断ということになりました、うんうんうん、先生はラーメン太郎丸ですこのチーソーが残り1枚残り1枚だ残り1枚ということはもつれてあるんですかす、ね、これはどうしますか E1 もういくかーチート率だ、うんうんうん、まだ粘るまだ粘るキジョン・ネルソンの対応うん遅い3品もう少し先にいてくれるもう少し、ね、手前でいてくれれば、ね、喜んでリーチを打っていたはずなんですがそうなんですよ数層出たあ出たこれ危ないこれ危ないチーソーかなり危ないこれかなり危ないこれいや降りるなら E1 なんだけどそうしかもペンチーソー外してパーソー急走なんですよねはいはいはい998って外してたらそうそうまだ一応あるんだけど、うん、パー9は結構チーソー危ないんだよなやめるのは簡単やめた、うん、手詰まるということはなさそうですがでもうーん読めば読むほど
チーソーの当たる形って何なのって思って、これで E1、イーシャンテンで、シャンテンですね。粘っている方向。まあ、1枚いますよ、まだ。これ、チーソー引いたとき止まんないんじゃないですか。方向 3? あ、テンパった。あ、テンパった。6か6。6か6。自分の目線から見ると、数層が3枚飛んでいる。うん。だけか。パーソー3枚。いやただ、サブロッソーで包丁したとき、打点がめちゃくちゃ高いですね。そうですね。4号って使われてると、ドラドラ。あー、ローピンだ。まあ、そうか、9ピンを暗観しているので、さすがにね。そこのね、形は否定してるだろうということで、ここは。まあ、ウッピン切りだから、なんかシャンポンにしそうですしね。うん、あの、缶ローピンにするとかだと。ここはローソー短期でテンパイを取れている方向、マチハイは、山にはありません、うん、そしてチーソーの行方なんですけどまだ1枚、そして皆さんが注目をしている4枚目の花ハイもそうまだ山に眠っています。三蔵三蔵通ったよ。方向さん情報がすごいぞ。そんな中持ってきたスーピン。スーピンはこれローソー打ちたくなるな。スッチーピンが通ってないかですね。うん、ロス落ちたくなりますね。てかなんならスーピンは1枚いる。どちらも、まあ、ローソーのここは選択中筋を追ってのスーピン短期に切り替えは方向。ただ結構もう通った。ああ1枚そのスーピンが早速ここに流れたので方向の上がりはない。おお、あの通ってない筋が一応普通の筋はスッチーピンしかない。なんだ。パーピン。あーなるほど。ただこれは缶パーピンを否定しているので短期にしか当たらない。短期もなさそうですね、はい、花だ。決めるのか。そしてチーソー4枚目。チーソーいるんだよ。チーソーいる。チーソーいる。1枚いる。ホーコさんこれスーピンいけること多分ないと思うんで。ないですね。もうスッチーピンしか残り筋がない。はい、祈るしかない。2人祈るしかない。でもまだいますよ1枚。1枚これ背底ありますか。背底あります。あと1枚まだいない。あの9枚の中に1枚。うわ9枚の中に1枚、いますよ。ま表めくれてるから7分の1だ。7分の1。7分の1で7引けるかな。いやそしてあハクもそもそももう地ごたんにさえ打ちたくない。うん、ということで今そうですね。騎乗もね吐く止まってますからね。数層ここは現物、うん、撤退です。テンパイは取り切りません。いやー6分1。6分1ですよ。いやどうだ。あうわー最後のチーソーは山の中へ。悔しい思いはラーメン太郎丸決め切りたかったという表情。伏せられてる5枚の中に。いやホットアンドする2人の表情見えます。いやちょっとニヤッと口角上がった気象ミルソン。ちょっとこの展開なんかちょっと2戦連続で苦しい展開引かされてて、なんかこうパンチドランカーみたいになってなきゃいいんですけど。そうですね。あでも本人会話しながらちょっとね笑顔ありますね。よかったまだ。さあトンの1曲が続きます。日本バードラは言いそうです。今度はこっちが花3枚だと。舐めるんじゃないと。もうこれも騎乗。いや怒ってますよちょっと。いやでもね次映る騎乗のハイパイ見てください、はい、いいですよ。めちゃくちゃいい。おお足迫さんだった。これ一回ペーからかな。これ照射輪のイシャンテン。照射輪イシャンテン。いやこれこんな順目でペタンリーチとか打たれたらしんどいですね。いや無理ですよ、うん、無理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 。赤引き入れてさあれよ。シャーだって。シャーだ。これはもう素直に素直に本質ですね。リャンピン白昼泣かなそうだな一旦。お泣いた。仕掛けました。リャンピンですか。いやまあとにかく親番を落とすことを最優先と、はい、おお3ピン切ったトイトイの目線する。もう見ない見ない。リャンピンで先々転敗が入っています、はい、キジョンネルソンです。ヤクヤク本一赤。はい、このリャンピンね、リャンピンですけれども、まあ、かなりあの次に移る方向が浮いているので、リャンピンね、まあ、ここで出てもおかしくない。イーソーか。一旦ね、イーソーでもいいんですけど、リャンピンでも全然おかしくない、ね、イーソードラか。あ、リャンピンだな。リャンピンかもな。お、イーソー半々を抜いて
これ食い取ったよ。ハナハエ。本当だ。この本当だ。いい泣きでしたね。仕掛けめちゃくちゃ。人によってはこれ4ハナ成立してた可能性もある。これリアンピンだ。これはホーコさんにとって。キジョンの上がり。いやー、キジョンのこのチュンポンがね。二役本一。赤。赤、はい、赤花、ハネマン14,000。しかも花抜いたことによってハネマンにまでなってる。ハネマンに昇格してますよ。これ一本だな。いや、一枚吹かす人もいそうじゃないですか、あれ。ワンスルーしてる人もいると思うんですよね。これワンスルーだったらえらいことになってました。ホーコ花4完成して。いや、ここは丁寧な対応を見せました。キジョンネルソンの上がり。トンの2曲、ドラはローピン、親番はホーコです。花灰が1枚、ペイトイツ、キジョンさんがちょっとハイパイ上がってきた。9番のトイツ落とし、あ、リャンゾーのトイツでしたね、ごめんなさい、そしてこちらラーメン太郎、シャアを仕掛けていければ軽そうな手配です。みんなトイツが、そうですね、手配まとまっていて、これで方向、親番の方向がどう立ち回るか、ドラなし、そうなんですよね、ドラなしでこのチュン仕掛けるのちょっと、さあシャア仕掛けて、非常に軽い形のリャンシャンテン、とはいえ親番連チャンしたい。現状ね、自身が25,000点という状況下で、まあ、うかうかというか悠長に構えてはられないっていうのは本人ね感じていると思いますが、もうね、のんびりチートイツなんて本当はしたくないんですよね、はいはいはい、なかなかテンパンない。これで両面両面になった。パーソーからね、ドラも使い切れる形になりましたね、うん、ケジョンはねもう先にドラ離しちゃってますね、ローピンは1枚、はい、あ、これで鼻灰抜いて、うん、これでいいシャンテン、赤ウソが手の内から出てきて、速度がかなり速そうだと、はい、それをね、ホーコさん見てね、ちょっと明らかに自分が遅れてるのはきっと感じてるんで、うん、どう対応していくか。まあでも2回しか親番ないんでね、しかも25,000点で親が落ちた、そう、次の親が来るか分からない状態ですよね。そうなんですよ、やっぱり、まあ、とはいえ戦えないな、結構このハイパイ配信7巡目8巡目です。チートでもリャンシャンテンで、これチューンをポンするかってもうすごく微妙な手ですもんね。明らかなる後手じゃないですか、はいはいはい、もうキジョンの皮はローピン赤ウソって並べられて、今これ換算ピンが入ったことによって、うん、ある程度手配の形は決まった、ね、うんうん、ホーコさんはなんかチュンチュンも はい、ありそうな感じですね。単ヤオで泣いてもいけるので、ラーメン太郎丸にテンパイが入っています。町はイースーピン、さすがに1番ペイは山に2枚、基準もいいシャンテン、うわー、外したところ、このなんというのは、うん、場に対して3枚切れていて完全なる安牌ですね。完全安牌ですね。多分速度感的にホーコさんもちょっと速度感 X 不明で、はい、リーチって言われた時に現状切る牌が、まあ、ない、うん、パーピンが1枚だけっていう状態なんで残しちゃいましたね。すでにテンパイをしているのはラーメン太郎丸、すでに満貫テンパイです。シャア、赤赤ドラ、ホーコはこの手格好で、13巡目を迎えてしまった、ペイだ、これポンですね、ポンしてテンパイが取れる、ポンテン取りました。リャンピのテンパイ、これで何出てきたんで、もうほぼテンパイでしょ、かなりテンパイですね、はい、それ受けてうわー、ウーピン、もうこれはやめるか、言いそう、両者にとって安牌に近いところ。そしてこのつもぎったイーピン捉えたのはラーメン太郎丸、さらなる加点、満貫の上がりでこの親を落としたと言えるでしょう、はい、会長に曲を消化させています。本ラス今度3曲、ドラは9層です。親番キジョンネルソン、ダブトン統一、
トンはね積極的に仕掛けそうですね。こちらがなんちゃんラーメン太郎丸なんを合わせていった方向はまたしてもドラなしきついなあ。まあでもイシャンリャンシャンテン、はい、リャンシャンテンですね。インフ早そうではあるんですけどちょっと真っ黒ですね。まあドラ受けは一応あります。キジョンはねラブトンドラドラが、まあ、目に見えてるんで、はいはいはい、きっと積極的に仕掛けそうですね。ホウコはローピンを引いたところでの選択、うん、いつもねなんかこの悪い時っていうとあれですけど、はいはいはい、あんま良くない時でいつも悩まされますよね結構。そうですよね、うん、なんかいい時ってあんま悩まなくて手なりで高いリーチが打てるイメージがある、うん、そうね、なんかこうなんだろうイメージというか、うん、あの最終形がこんな感じだねみたいなのも見えやすいじゃないですか、うんうん、そうそうそう両面がこう決まってて、うん、なんか赤とか引いたら対応変えるぐらいの変化しかないけど、はいはいはい、悪い時ってもうなんか遠くに一通見たりとか本一通見たりとか考えさせられて、うん、いろんなことをね考えなきゃいけなくなるという。そうそう、これむずいな。あ、これウーピンから、これは受け入れを最大2という位置だ、うんですね、小型でそこまでは自身も打点がないので、うんうん、ある程度広くいきたいと。さあそしてもう一方の、風早が重なったキジョンネルソン、両ピンアンコになる。スワコまであるよ。これウーピンを切れた人だけが捉えられる両ピン。そうですね、はい、ウーピンがやっぱフォローがね、あの両ピンパーピンあるんで一番広くはねありますけど、 これはすごいですね。縦縦縦引いてその皮を見てですよ、うん、みんな。お、でもいいですよ。これでいいシャンテン。三ピンパーソー、ペートン。これペーポンしたくないな。あ、でもするか。ただちょっと、はい、そうですね。7巡目。妥当なところではありますよね。ねまあ、親のマンガン偉いですしね。うん。うん、より広くなる。うんうん、これで換算そのフォローも効く打球層、はい。これ、なおさらまたペーポンしたくなくなったな。打点が。さあ。ホウコさんね、トーン一旦ね、打たない。これは受ける、まあ、仕掛けられて速度負けということを避けての、ここはトーン切らず、ただこちらトーン切ってここは切りそうだ、うん、ポンだ泣けた。これはね最高ですね。トーン泣けて満貫になりました。ダブトン赤赤のテンパイが入っています。町はウパソー、そのパーソーここだ、捉える。これはもうしょうがないですね。イシャンテンダブトン赤赤マンガン1万2000の上がり、親番のキジョンネルソンにようやく上がりが生まれました。ずっとねハイパイから統一なのにあんだけ泣けなくてね。さあそして迎える一本バトンの3曲ドラ9ピン、なんとかこの3回戦の最終戦ハイパイを一矢報いたいんですが、ラーメン太郎丸ハイパイかなり整っている。こちらシャーチャの方かソースでかなり充実した手材料があります。キジョンペイが統一、ペイ1枚ちょうど切られたところか。ソーズ2面使完成、両ピンをあんこにして一気に引き締まりましたよ、うん、うっそ引き締まって、またしても強烈なところが入っていいシャンテンはラーメン太郎丸、ね、サンズを引いたらイスッチソー。キジョンはチートイツへのイーシャンテン、うーん、この手チートイさせられちゃうのか。スーピン引いてこれで盤石ですね。タンヤも見える。これテン、あテンパってないのか、テンパってない、テンパです。換算層、換算層の闇点が入っています。打点もね十分、はい、タンヤを4あるので、これ3層キジョンは止まらない、止まらないですね。そしてさらなる待ち変化を望むラーメン太郎丸ですが、しばらくこのテンパイで続行はするでしょう、うん、タイヤを赤さん花ということで積もると羽マンというテンパイです、はい、チーピン引きかソーズ引きで変化ですか、はい、うわこれどうする、もうメンツでローソー、はい、三層は一旦手の中に収まる、うん、こちらは方向一旦収まる。急速引いたテンパイですよ。テンパったパーソーとペイのシャンポン待ち、はい、3層を積もった、あっさりだ。このクラックは大きい。4
4,000-8,000の一本も5,000-9,000。半夜おつも赤さん花。強いね。しっかり役割でね。いやさあ、今ちょっと展望、の、落下がありました。自身、選手自身で復旧がしています。何の一曲に入ったところですか、はい、これはチーソー親番、ラーメン太郎丸です。はい。そのチーソー複数枚あるように見えました。これハイパイよ。トンも、やっぱよ2枚花入る、ちょ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 、うわー強い赤引いてきた、まあ、染まることはねもうなさそうですけど、はい、まあ、しっかり両面を作っていきました、はい、そしてダブナンあんこの宝庫、これ自分が一番いいと思ってるな、このハイパイもらったなら多分決め切りたい、思ってますね。キジョンネルソンは花ハイが2枚、苦しい。現在81,000点、トップ目はラーメン太郎丸、それを追いかける2着目キジョンネルソンが49,000、3着ホコは20,000という状況で難入しています。いいなぁ、いいなぁ、読みました。ハイパイがすごいですね。なんかもうキジョンさんかわいそう、しんどいですね。これどうする、これはこれ嘘を切るか一旦、一旦嘘か、これなんか自然と本一になるやつじゃないですか、うん、なりそう。でもこれ本一にするのとウーピンローピン晴らす進ん、なんかデメリットがどっちが大きいんだっていう、なんかすごい贅沢な悩みですよねってさ。でももうこれウーピンが入った。ウーピンローピンだ。これはでももうね、嘘先に切ってるのすごい。すごい。いや、嘘、ね、ウーピンと並んで何事だってなるのが他二人ですよ。ホーコさん、そう。しかもホーコさん結構ピンズに、あ、よかったよかった。これ、ね、ピンズに寄った時三蔵が間に合っちゃう可能性があったんで、一旦大丈夫かな。あ、もう両面落とし見せてみる。もう嫌だ、あの皮。皮やばくないですか。なんですかね。イーピン、パーピン、ウーソー、ウーピン、ローピンって全部手出しなんですけど。皮やばいですよ。どんな手よってなりますよ。結構、チートイだったら赤、もうちょっとね、ローピンよりも。うわ、天才だ。え、これ、なんていうんですか、リーチ、トーン、縦本、花花、ドラドラドラ、赤。はい、今んとこ。3倍満。3倍満あります。これ。もう、破壊しに行きましたね。いや、これは全てを破壊するものですよ。そのサブロッソ、しかも、しかもこれ、急走、超嫌な急走一発で使わされて。急走はマジで当たりそう。ロー急走マジで当たりそう。キジョンネルソン、インシャンテン。これ、サブロッソ、はい、自分で1枚、ホーコさんに1枚、残り山ですよ。何ですって。あ、あと、ドラ表に1枚。はい。5枚いますよ。4山かな、キジョンさん1枚でしょ。キジョン1枚。あ、キジョン1枚か。はい、キジョン1枚、ラーメン太郎も自身で1枚。4山ですよ。いや、これ、積もって裏1は、数え役満ですよ。そうですね。本人もね、それ狙いのリッチ。はい、うわー、勝負か。急走めっちゃ嫌だし、イーソーも出ないんですよ、この、うん、このリーチに対して。かといって、急走急走で、あー、受けたー。これ受けたことによって、三蔵がテンパってます。テンパイですよ、これ。おー、いったいった。シャーと、シャー肩上がりですか。シャーの肩上がり。どうせ数走出る街じゃないので。ないかと。これ受けたことによって嘘の先切り聞いて三蔵あるか、三蔵あるかもしれない。え、これダメだよ、打っちゃダメ、絶対ダメだよ。今この瞬間が危ない。リャンピンは、リャンピンは一旦筋で打てるか。そうですね、ウーピンの筋で。てか何も打ちたくないな、この皮。いや、これ全手の手に打ちの全部、うわー、三蔵だー、捉えた。だってこの切り順だもん、しょうがないよ。リーチトン、メンホン、ウラウラだ、数え役満、リーチ、数えましょう。リーチ、トン、メンホン、花花、ドラドラドラ、赤、ウラウラ、きっちり13本。いや、いやちょっと打った方向も苦笑いですが、48,000と裏の2枚、飛ばしの2枚まで重なって、A1 に新星現る。もう拍手してます。いや、もうお見事。お見事としか言いようがない。いや、これは。最終スコアをお伝えしたいと思います。いや、握手してる。握手です。強すぎると。強すぎる。トップを取りましたラーメン太郎丸が、12万1000、違う、12万9000点かな？
そうですね、最終スコアはちょっと表示でお届けしたいと思いますが、2着のキジョン・ネルソンが49,000、そして3着のホウコはマイナス28,000点まで持っていかれた。うわー、ちょっとちょっとちょっと全てを破壊し尽くしたぞ。あの嘘を先に切ったのか。いやでもあの理屈はすごいわかるじゃないですか、うん、そう、一度あの両面スーピン、そうですね、ウーピンローピンの両面を評価してチェイスを引くなら話が変わるっていうところでしたもんね。で方向もあれ急走がとにかくきつすぎる。あの川に対してイス走とロケ走はまず切れないので、はい、結構ねど本線なんで、うん、それよりは三蔵が本当になんかしょうがない。で相手見たら名本だったっていうのはしかも数えて裏裏ってこれちょっとね僕言葉がありません。すいませんが早々にクロージングのコメントも進みたいと思います。第19回戦か21回戦の模様をお届けしてまいりました。ホウコ、キジョン・ネルソン、ラーメン太郎丸の3連戦、ラーメン太郎丸がトップを固いものにする3連勝ということになりました。3連勝、はい、引き続き第22回戦以降も、お届けをさせていただきます。ぜひチャンネル登録高評価等もお願いいたします。以上、ここまでお届けさせていただきました、関東 A1 リーグ2024後期の第21回戦の模様でございました。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。